神田連弱帝神田連弱帝とは、東京都千代田区神田世田町にある寄席。二つ目の落語家、高男子専用の定席として運営されている。2014年10月11日に、落語家古根帝、新助のプロデュースにより開設されたコンパクトな寄席。オーナーは、加藤新。座席数は38名。立ち見は不可。座は、奥に向かって。 狭くなる三角形をしており、上手側が楽屋になっている。席定やスタッフはおらず、出演者自身が呼び込み、受付、開演時の案内などを行う。講座と客席が極めて近く、臨場感がある会場として知られる。また二つ目や、若手新内が会を開くのに、ちょうど良い収容客数であるため、独演会や勉強会などが行われることも多い。 2017年8月、古今亭晋介のブログにて、連弱亭存続の可否についての議論が行われていることが明かされた。2017年10月の東京河原版に広告が掲載され、2017年9月をもって、古今亭晋介が連弱亭の運営から退き、今後はビルオーナーとに詰めによる委員会にて運営していくことが発表された。 また2017年10月11月、設備メンテナンスのため、連着定の営業が休止されることが発表された。2017年12月1日より営業を再開した。2020年、新型コロナ感染予防に関する政府の緊急事態宣言とそれに伴う営業自粛要請を受け、3月28日から6月30日は休、急席。 2016年9月4日開催の落語協会主催イベント社楽祭の古根亭新助のブースで先行発売された。翌日9月5日より連着亭の窓口での販売が開始された。ありがとうございます。